ドラゴンランスシリーズはテーブルトーク RPG アドバンスと、ダンジョンズドラゴンズの設定を基盤として書かれたファンタジー小説の連作。およびその小説の世界を再現する AD&D 用設定集とシナリオのシリーズ。それまでの AD&D における世界設定やシナリオを刷新するものとして企画された。小説は主として マーガレット・ワイスとトレーシー・ヒックマンが執筆した。ワイスとヒックマンによるドラゴンランス戦記三部作に始まり、ドラゴンランス伝説三部作などの続編が多数発行され、全世界で累計5000万部以上を売り上げる東大ヒット作品となり、エピックファンタジー小説ブームの火付け役ともなった。過去には、藤見書房より翻訳版が発行されていたが、米国の版元である。 チームソニックレーシング社がウィザーズ・オブ・ザ・コースト社に買収されるなどの事態により長らく絶版となっていた。現在はドラゴンランスと解明され、日本語翻訳も新薬として文体を変えてアスキーメディアワークスより出版されている。そのためドラゴンランス戦記とは固有名詞が多数変わっている。 2010年現在はこの新薬版も大半が絶版になっているが、角川翼文庫から第一シリーズが復刊中である。小説やゲームシナリオ以外にも、コンピュータゲームやゲームブック、カードゲームなど様々な作品が発売された。1984から1985年、出版。世界規模の災害、大変動が起こり。 神々が荒れ果てた地上を見捨てたとされてから340年以上が経った。それぞれの旅を終えて5年ぶりに集結したハーフウェルフ、オカドワーフ、ケンダー、人間からなる冒険者一行は、成り行きから大変動で失われたとされる癒しの力を持つ不思議な杖を携えた平原人の男女を怪しげな軍勢から守る羽目になる。それが伝説上の存在だと思われていたドラゴンや、 悪の女神、暗黒の女王との世界の命運をかけた戦いにつながっていくのだった。1986年出版。先の戦争を勝利に導き、今や英雄と呼ばれる主人公たち。ところが、キャラモンは国威の大魔術師となった双子の弟、レイストリングを忘れられず、叫びたりになっていた。一方、理想に燃えるパラダインの僧侶クリサニアは、 レイストリンを改心させようと説得に赴くが、逆に丸め込まれて、彼の手助けをすることに。あくまでも弟を取り戻そうとする、キャラモンは、レイストリンの野望をくじこうとする魔術師たちの力で、達するホフとと共に、過去の時代へ送り込まれる。1994年出版。平和が訪れたように思える世界に、新たな危機が迫っていた。野心と欲ではなく、 真偽と誓いによって結ばれた悪の騎士団が、密かに勢力を伸ばしつつあったのだ。変わりゆく時代に、英雄たちの第二世代が登場する。父キャラモンの体育と戦闘力を受け継いだ二人の兄とは、対照的におじレーストリンの力を受け継ぐ、魔術師パリン、自らに流れる善と悪の地に苦悩する暗黒騎士スティール、そして、タニスとローラナの間に生まれた、病弱な青年ギルサス。 彼らを待ち受ける運命の序章が語られる。1996年出版。各地で勝利を重ね、世界制覇を目前にする暗黒騎士団。しかし彼ら自身も知らない、大きな力がその背後で動いていた。秘宝に封じられていた混沌の神が解き放たれ、何もかも無に返そうとする今、世界を守るためには、悪の手によってでも、地上の勢力を統一するしかないのだ。 2000から2002年出版。神々が世界を離れ、新たに人の時代が始まった。しかし新時代は理想にほど遠く、どこからともなく飛来した巨大なドラゴンたちによって、地上は支配されていた。そんな中、唯一神の教えを解く少女ミーナが現れ、暗黒騎士の一団を奇跡的な勝利に導く。原初の一覧については言い得ぬ、EN。 リスト・オブ・ドレア・ガン・ランス・ノベルズ、EN、リスト・オブ・ドレア・ガン・ランス・マジュールズソースックスを、それぞれ参照ワイス氏の発言などから10年以上に、わたって、ファンの間で噂になっていた映像化作品だが、2008年にドレア・ガン・ランス、ドラゴンズ・オブ・オータム・トワイライトというタイトルで、アニメ映画となり公開された。ただし劇場公開はなく、海外での OVA のような扱い。 小説版シリーズ第一作までの内容。ウィル・ミューグ・ニットが監督、パラマウント配給、90分。日本語版は予定等も含め存在しない。ファンや批評家の間では大変不評であったが、作者のヒックマンはそういった批判を、もっともとしつつも、新たなファン層開拓に資するところがあるはず、とポジティブに捉えている。パリンが魔術師となり、レーストリンが勇気を介して、 マギウスの杖を渡した際、勇気は、ダラマールの命令よりもレーストリンの意思を優先、入室して、マギウスの杖を受け取ったと見られ、レーストリンの部屋に入ったことを咎めたダラマールに、レーストリンを、真の塔の主と表現し反論している。 http://digitalyobsesed.com/showrview.php3 s e id イコール9845アクセスト22ヤンレイ8ドレアガンランスドラゴンズオブザ・オータム・トワイライト dvd トークレビューオブザ dvd ビデオアクセスト22ヤンレイ8 dvd バーディクトレビュー ドレアガンランス、ドラゴンズ・オブ・オータム・トワイライト・ハット、ドレアガンランス・ネクサス、リベス・オブ、ドレアガンランス、ドラゴンズ・オブ・オータム・トワイライト・ DVD、プロダクトカタログ。ありがとうございます。